Hello everyone! この動画は中学生の皆さんのために作られた動画です。新しく配られた教科書やノートを準備して一緒に楽しく英語を学習していきましょう。それでは今日の場面はこちらです。今日の場面は1年生レッスン1の Get Part 1の場面です。中学校での生活が始まり、クミたちがクラスメイトと挨拶をしています。彼女の名前は田中久美、中学校1年生。彼の名前はポール・グリーン、アメリカから来た中学校1年生。外国人もいるのか、緊張するなぁ。よーし、でも勇気を出して声をかけるぞ。ハロー。I am 田中久美。Pardon? え、伝わらなかったのかな、どうしよう。どうやらポールに久美の名前が伝わらなかったようです。さあ、皆さんが久美ならこんな時どうしますか？考えてノートに書いてみよう。皆さん考えられましたか？ではこの後、クミが実際にどうするのか、続きを見てみましょう。クミっていうのが早かったかな？それとも、日本人の名前に馴染みがないのかな？よーし。クミ、K-U-M-I。クミ、I am Paul, Paul Green. Oh, nice to meet you, Paul. Nice to meet you too, クミ。やったー！自分の名前が伝えられた！皆さんどうでしたか？クミは自分の名前をゆっくりと伝えたり、またアルファベットに区切ったりしながら、自分の名前を伝えていました。こんな風に自分の思いをなんとか相手に伝えようとする力を中学校3年間を通してつけていけるといいですね。それではここから今日出てきたフレーズや単語を練習していきましょう。Open your textbook to page 21。教科書の21ページを開きましょう。次の音声を繰り返して話してください。Pardon. Nice. Nice. Two. Two. Meet. Meet. You. You. Nice to meet you. Nice to meet you. Two.それでは続いて教科書の対話文を練習していきます。次の音声を繰り返して話してください。 Hello, I am Tanaka Kumi. Pardon? Kumi. K-U-M-I. KumiI am Paul, Paul Green. Nice to meet you, Paul. Nice to meet you too, Kumi. Hello. I am Tanaka Kumi. Pardon? Kumi. K-U.M-I. Kumi. I am Paul. Paul Green. Nice to meet you, Paul. Nice to meet you too, Kumi.
最後に今日の基本文を書いていきましょう。一度動画を止めて、この文をノートに書いてみてください。皆さん正しく書けましたか？ポイントは、文の最初は大文字になっていること、単語と単語の間を空けること、文の一番最後にはピリオドをつけること。さあ、皆さんの文は正しく書けていますか？今日学習した内容は e-library advance のしっかり学習というところで復習することができます。ぜひ取り組んでみてください。それでは第1回の授業を終わります。 See you!